あの当時の、まあ、あ年代の表し方っていうのは何、はい、とか天皇の何年目っていう、うん、そういう言い方なんです。で事務天皇それからもう一つ使われていたのが、はい、この十巻十二子ですで、十巻っていうのは皇この十巻、はい、十二子は10年 牛年虎年っていうのの12の動物の名前これを組み合わせます、うんはい、組み合わせると何通りえっとあ、<laughs> だけど全部偶数なのであ<ー>割る2だから60通りなんです、はい、で60通りで一番最初は「交通、うん、平定のあの丸書いてあるところね交通、はい、平定の交とネズミ年の根。うんうん でこの年にできたんであの阪神の球場は甲子園<ー>っていうことなんですけどです、ね、あれ訓練を読むと「木のえね」でまあ、っていうのがあってからずっとその組み合わせでいきますと。はい 六十通りありますから、六十年経つと、木のえねがまた帰ってくるんです。まあ、どの、どれでもいいんですけどね。六十年で一周するんです。六十年で一巡りっていうと、なんだか分かりになります。え、何ですか。還暦。あ、はい。六十歳のことを還暦っていうじゃないですか。あ、暦が一回り。するんでそういうことです。 私はもう還暦過ぎちゃいましたすいませんすまって謝ることはないですよでまあ還暦っていうのはそこから来てるんですけどそれでまあそれ「十巻十二子」もうちょっと説明すればいいんだけどそれ時間なくなっちゃうからやめておきますで問題なのはこの「十巻十二子」の中の「親友」っていう年があるんですだから頭から8番目か。 <ん>ネウシトラウタツミじゃない「甲乙平定某コ甲真」でそれからあと,お、えー、と鳥年このお8番目の「おシンと10番目の鳥が「鳥」が組み合わさった親友の年だから60年に1回しか来ませんけど、はい、この親友の年っていうのは。 革命が起きる年なんですよあ、そうなんですか革命が起きる年だっていうふうに、はい、中国の考え方で新移、はい、説というものがありましてね新移説新説は出るかな、うん、で、あのそこに書いてあるように、うん、中道夫先生という方が、はい、明治の初年にいらっしゃいまして、はい、その先生が言われたんですが、はい、その新移説を中道夫先生は紹介されたんです それで親友革命まあ親友革命という言葉はもしかすると歴史好きな方はご存知かもしれないんですけどでらにですね6 0るこれがね僕ね原文見たんだけどどういう意味かよくわかんないんだけど3る7つまり21回の周期で6 0る2 1で1260年に一度大革命が起きるんです。 その新説では、はあ、っていうことを中先生は紹介された上で、はい、さあじゃあ日本でこの大革命が起きたのはいつだって考えたんですよ、はい、でそれでそれに当たるのはで当時は今700年っていうのが日本の基礎が固まった時期じゃないかって僕言ったんだけど、はい、100年前倒しで600年っていう風うに言ってたんです、はい、つまり聖徳太子の時代 はい、聖徳太子の時代に大革命が起きてたんじゃないか聖徳太子って言えば官位十二回、はい、それから、えー、と憲法十七条、うんうん、それから隋との国交みたいに国を大きく変えた方ですよね、はい、でだから一万円札のになってたりするわけですけど、はい、でそういうことであのこの601年西暦でいうと601年に大革命が起きたんじゃないか。 と中先生は考えた。はい、で、そうなると六百一年に起きたとするとですよ。はい、それよりもさらに千二百六十年前に大革命起きているわけですよね。うん、わかります？西暦六百六十年の前の千二百六十年前に大革命が起きているはずなんですよ。で、それって何に当たるか、事件としては何に当たるか、事件っていうかな、出来事としては何に当たるか。 はい。それが神武天皇の即位、まさに日本ができた<ー>そういう年、<ー>これかこれこそ大革命にふさわしいと<ー>いうことで、西暦、えー、紀元前六百六十年が神武天皇即位の年だというふうに考えられたんです。うん、先生質問いいですか。どうぞ。この中道夫さんっていう方は。うんうん 歴史研究者の方なんです。歴史研究者、あごめんなさい。歴史研究者です。歴史研国文学者でもあるし、それから中国の漢文にも非常に詳しい方。まあ昔風の学者だね。いつ頃にいらっしゃったことなんですか。えっと明治時代の初めぐらいです。その頃にまあこの年の年のというか、あの何年に一度のところでまあ慶応義塾で学ばれて、後に東京の帝国大学の。 なんていうかな非常勤講師みたいなこともされてたし、はい、いろんなところで教鞭を取っておられたみたみいですなるほど突然中さんという方が出てきてすごい革命のお話をされたので私の中でちょっとノストラダノスが出てきたんですけれどももうちょっと研究に、ね、有名人でいうとけ、ね、裏、ね、付けられた何かなんですねじゃあ、うん、有名人でいうとね、はい、あの華厳の滝に投身自殺をしたあの方が 学生の一行の生徒で、藤村美操さんっていうのがいるんですよ。男の人ですけど、この人が人生は不可解なり。って言って、あのまあ華厳の時に身を投げたんですが、その人のおじさんです。あんまり関係ないかな、これ。まあ、まあそういう。っていうような方なんですけど、まあ、とにかく中道夫先生がそういうことをおっしゃって。で、まあ、紀元前、ええ、六百六十年に。 ジム天皇が、うん、ああまあ即位されたんじゃないかと、はい、だけどそれねでそれで、うん、そこで生まれたのが西暦に対して後期っていう考え方なんですよ天皇の後に「き、はい、っていう糸編になんかこう「樹、はい」って書いてね「後期でそれでだから太陽戦争前にえっとあれ昭和15年ぐらいがそれに当たるんだっけな後期2600年に当たって、うん、それで大々的なパレードとか、はい、そういうことが 行われた確かねリハルト・ストラウスに何かオペラからなんか作ってくれって言われたあの、うん、まあオファーが出たんじゃないかな、うんまあ、そんなことがいろいろあったんですね。はい、でそういうようなことがあってそれで今あの建国記念日っていうのが2月の26日になってるでしょ。はい、でこの神武天皇があのまあ 即位されたっていうのが紀元前660年の2月の26日じゃねえや正月1日だ 1>、うん、でそれをそれは退院歴なので太陽暦に直すと2月の26日、うん、それで、えっとまあ、その日は戦前は日本の誕生日ということで祝ってたんです。うん、でところがあの戦後になって あのじゃあ建国記念日っていうのをもう一回作ろうかっていった時に当然その2月26日っていうのがあの候補になったんですが、うん、それは神話の中の話だよねっていうことになり、まあ、結局「建国記念の日」「の,の」を入れて、まあ、大人の知恵でね、うんはい、そこを、まあ、あの記念の日にしようかっていう話になったんですね。んなんか2月11日 2月20あごめん2月26日は人民6だ <laughs> すいません2月の11日ですね 2> 2まい,ますいませんです 2>, 2月11日大馬鹿でございますお許しください、うん、でそういうことだったんですね、うん、で結局その建国記念の日っていうのはそういうふうに決まった、はい、それからだけど本当に紀元前660年にジム天皇がいらっしゃったとするとねその後のね天皇陛下たちがやたらめったら長生きなんですよ。 まそういうふうに伸ばさないとこれ無理なんですね。で、はい、その辺りでやっぱりちょっと無理があるんじゃないかというか、うん、あの力強く立証されてますとは言いづらいような話なんですね。ですねで今の、はい、あの研究者たちは10代のスジ天の寿命推定安寧と高所公安高齢高減開花スジ。だからスジ天皇が 10, う、ね、10, 10代、はいはい、のスジ天。皇 からがあの実在の天皇陛下なんじゃないかっていうことを言ってますね。うん、なるほど。うん、それは何かそういう資料があったりするんすか、うん。まあいろんな資料がありますので、うんまあ、そということなんですよ、うん。強い説だということなんですね。うん、そうです。なるほど。じゃあそうやって脈々とつ受け継がれてきた、まあ、天皇家なんですけども、うん、えっとまあろ 6世紀から8世紀頃ぐらいまでは女性の天皇が多いっていうことなんですけれども奈良時代ですよね主に奈良時代8世紀以降江戸時代ぐらいまでは女性天皇がいないっていうことなんですがそれはなぜなのかっていうことあ、これはですねあの最初天皇が多いのはわかるんです女性天皇が多いのはわかるんですそれはむしろ逆の言い方になるんですけど 天皇陛下っていうのは基本的に、成人で男性であるべきだって考え方なんですよ。はい、昔から。というのは、成人でっていうのは大人で男性。はい、それは、ねうん、なぜかっていうと、天皇自体が王様だっていう話をしたでしょう。はい、政治家であるとともに軍人でなくてはならない。それが基本的なあり方で、はい、だからやっぱり大和地方を平定する軍事のトップに、 立っていて、うん、軍事で大和地方を平定しそこに政治を行うそういう存在が天皇なんです。うん、なるほど。だから、はい、軍事ってやっぱ女性はなかなか厳しいじゃない。そうですね。まあ実行支配できるやっぱ力というか、うん、もう完力勝負みたいなところでやっぱり始まってしまう、ねうんね、そうすると青年男性であると、はいうん、でだから青年男性なんだけどどうしてもやっぱ青年男性で適当な人がいないときに女性が、うん まあ、天皇になった、うん、それが例えば水古天皇聖、はい、徳太子の補佐を受けて天皇を、うん、まあ果たされた天皇の任を果たされた水古天皇、うんはい、なんですがその後奈良時代に女性の天皇が多いのは、うんはい、この間お話しした家族の問題婚姻の問問題題とも関係していくんです、はいうん、でつまりどういうことかというと、うん、あの大体ちょうど700年代ぐらいに あの日本の家族の形が多分変わるんだと思うんですね、うん。で、直系家族っていうのが生まれてくる、はい。そうすると、要するに今までは兄弟の間で高位の継承が行われていたんだけど、うん、その家族の形が変わって、親から子へ、子から孫へ、縦に高位の継承が行われてくる、うんはい、ようになったのね。 でその中で天皇陛下は成人で男性でなくてはいけないっていうのがそこに加わるとどうなるかっていうと天皇陛下にしてみればあの子があの今度は天皇になるべきだっていうおお子さんだったりお孫さんんだだっったたりり孫がいるわけですでところはその子がまだちっちゃいっていうことがあり得るでしょ。うんはい、でその子が大きくなるまでの中継ぎとして、うんはい、その子のお母さん。はい もしくはお姉さんそういう女性が天皇になるという事例が奈良時代多かったんです。でその後その後にだけど一人だけ例外がいて高賢天皇っていう方が聖武天皇大仏様を作った高賢天皇聖武天皇のお嬢さんで高賢天皇という方。この人は 歴史上たったっ人女性で皇太子なんですようーんだから天皇になるべくしてなった女性、はいはい、でこの時に起きちゃったのが同郷っ,、うん、ってお坊さんが非常にイケメンだったのかなんだったのか後見天皇のハートをわしづかみにしてしまいまして。うん まあねでそれでその道教を天皇にしたいというようなことを後見天皇がお考えになり、はい、だけどそれはいやいくらなんでもどこのどなたか分かんない人を天皇にするわけにはいかんだろうってことでその案は潰れたんです。うん おしゅおしよう天皇にしようキャンペーンはダメ,なだ,っ、ね、ダメだったんですね。はい、でところが結局平安時代になりますとそれがやっぱ生々しかったんでしょうねその記憶が、はい、女性天皇を立てるとそういう事件が起きるぞ、うんえー、ということでそれからしばらく女性天皇は置かれなかったんじゃないかっていうのはこれは僕の考えですあ<ー>避けられたんじゃないかななるほど、うん、それは。 あ女性でも男性はそういうことは起こらないですか男性の場合は女性まあなんていうかな、うんうん、まだねあのその家族の形が変わったっていうのも含めてなんだけど、うん、やっぱり男系でで家族ってこう数えるんですよ、うんはい、だからあの系図、うん、あれはいくら小生婚つまり男性が女性を。 のところに通って女系でずっとつながっていくように見えても系図、はい、は男の人でつながるんですよ、うん、だから天皇系図だとか、はい、藤原系図だとかっていうのがあり得るわけ、うんはい、だからその意味で言うとどんな女性との間に生まれた子でも、うん、男系でつながっている分には大丈夫なんですよ、うんうん、で、こうまあそれは女性からするとちょっとずるくないっていう話になるかもしれないけど、うんうん あのだから女性の天皇が誰かに心を奪われて、そのどなたかを天皇にするっていうのは、やっぱりちょっと避けたいっていう感覚があるんでしょうね。うんだからみんな勘違いしてるんですよ根本的な奇襲と速度がすべての作戦だっってて、うん、中立でななななければならないって建前になってると。